仙台市立上、杉山通小学校は、宮城県仙台市青葉区上杉一丁目に位置する公立小学校。学生に基づいて、仙台に初めて設置された7つの小学校のうちの一つ。仙台市都心部に位置する小学校であり、最盛期は1年間に1000人を超える児童が入学したが、少子化とドーナツ化現象により1990年代から2000年代前期は、 最も少ない時で1学年2クラス編成にまで陥る年もあった。しかし、学区内に高層マンションが乱立するようになり、都心回帰の傾向もあって、2019年現在では1.34年生は5クラス、2.56年生は4クラス編成まで回復している。学力向上フロンティアの指定校に仙台市立上杉山中学校と共に選ばれている。仙台市で、 生徒数第3位のマンモス校である。宮城県庁、宮城県議会議事堂、仙台市役所、宮城県警本部、NHK 仙台放送局、仙台放送本社、FM 仙台放送局、東北電力本社ビル、NTT ドコモ本社ビルを徒歩5分圏内に持つ市中心部に位置する。二0 1年三月十一日に発生した東日本大震災発生直後、 上杉近隣では、市内中心部に通勤、通学していて、帰宅困難となった帰宅難民が多数発生したが、同校の立地的責務上、体育館、教室を直ちに避難所として開放し、隣接学区となっている仙台市立東二番町小学校、仙台市流木町通り小学校、仙台市立北六番町小学校とともに、 約4000人を超える帰宅難民被災者を収容した。この様子は NHK、ロイター通信、AP 通信を通じて、避難所開設の第一報として、全世界へ実況配信された。非常に長い歴史を持つ伝統校で、改築工事が行われ、旧校舎は取り壊された。その校舎も老朽化し二千十七年には、現在の新校舎が出来上がり、体育館、 プール校庭まで全て新しくなった学区が仙台市立上杉山中学校の学区とほぼ同一であるため卒業生の大半は同校に進学する学校内の吹奏楽部もとても盛んに活動しており2003年度から2004年度にはマーチングバンドバトントワーリング東北大会に連続出場しついに2005年度には 埼玉スーパーアリーナで開催されたマーチングバンドバトントワーリング全国大会に出場した。上記の大会以外にも3月に行われていた吹奏楽部卒業演奏発表会は毎年盛大に行われ現役はもちろん歴代卒業生メンバーとの合同演奏もある。現在は合唱部との合同卒業コンサートという形になっている。主な活動経歴また 東北吹奏楽の非演奏会出演やアンサンブルコンテストなど多くの活動を行っている。本校は学生に基づいて仙台に初めて設置された7つの小学校の一つである。1873年6月25日、三番小学校の校名で創立し、他の六校が7月開校だったため開校日はわずかに早かった。高知は大仏前通りを挟んで、 現在の西木町公園の向かい側にあった方向院の境内だった。設立時の仮教師は2名、生徒数は男429名、女230名の計659名であった。翌1874年、所在地の町名を取って大仏前小学校と改称したが、翌1875年には美称を作って地類小学校になった。 1878年に大仏前から劇場と北一番町が作る交差点の東南角に移転。翌1879年、市内の小学校の名をまた地名から取ることになったため、地類小学校から劇亭小学校に改称した。1879年6月2日、軍区町村編成放課の仙台区が第一回仙台区会を開いたとき、会場になった。 1889年に上杉山2に移転し、上杉山通人上小学校に改称。これ以降は、小学校部分の正式名称が、国民学校などに変わるだけで、上杉山2という固有名は変わらないできている。郵便番号980-0011宮城県、仙台市青葉区上杉一丁目10番1号。ありがとうございます。